八女市にやってきました。ここ八女地方には日本だけでなく海外でも人気のある物産があるということなので、早速見てみましょう。見てください、すごく大きな灯籠ですね。これが国内のみならず海外でも人気が高い八女石灯籠です。日本庭園の優雅な雰囲気にぴったりな八女石灯籠は、石碑や建築材などとして江戸時代の初めから製造されています。灯籠の原料である八女石は阿蘇溶血業海岸で、熱や寒さに強く耐久性があります。また石苔がつきやすく、柔らかく加工がしやすいといった特徴を持っています。柔らかな石質と匠の技が作り出す造形には気品さえ漂います。では八女石灯籠の魅力を探るために、八女石灯籠を製作している内山石材店の内山さんに製作現場を見せていただきました。まずは山で切り出してきた八女石に穴を開け、その部分に矢を刺し、亀裂を入れて石を割っていきます。次に傷が入っていない部分を切り出すために、金槌で石を叩き、返ってくる音と感触で石の目を確かめながら作業をしていきます。そして石の断面を平らにし、機械のろくろで灯籠の曲線部分を作っていきます。大方形を整えた後は、石のみ一本の手作業だけで灯籠の形を作っていきます。最後に石をきれいに磨き上げて完成になります。内山さん、はい、この灯籠を作る職人になるためにはどのくらいの修行が必要なんですか？そうですね、やっぱり10年から15年はですね、修行してないとやっぱりできませんね。やっぱり石の性質、石の目とか、そういう石の具合を見るのにやはり10年から15年かかりますね。やっぱり長い修行が必要なんですね。そうですね。もしよろしければ私も八女石を掘らせてもらっていいですか？あ、結構ですよ。というわけで、八女石を掘ることがどれだけ難しいのか体験してみることに。今回は特別に盆栽鉢を作らせてもらいました。八女石は柔らかいのですぐに削れますね。でも思うような形にはなかなかならないので、やっぱり難しい作業ですね。そうですね。内山さん、八女石灯籠の種類はいくつぐらいあるんですか？そうですね、古来からでもあるものでも、30種類はありまして、特に自然木型灯籠、春日灯籠、五重の灯などは特に有名ですね。伝統的な形以外の八女石灯籠も作られてるんですか？そうですね、現在ではマンションなどにお住まいでお似合いがない方でも気軽に日本庭園の気分が楽しめる水車石付き八女石灯籠や、伝統と現代のセンスを融合させた新しい形の作品なども作っております。世界に日本庭園の息を伝える伝統工芸品八女石灯籠、伝統の技を受け継ぎ、古くから伝わる衣装から現代のセンスを取り入れたデザインまで、用途に合わせた作品が多くの人を魅了しています。皆さんも八女石灯籠の魅力に出会うため、八女を訪れてみませんか？